4歳は連勝中、東進マカオ最後収まりました。15頭スタートしました。1番シャインガーネット、コーススタート、その馬各馬も一戦です。さあ出ていくのは8番のマットクール、6番のレイハリア。マットクールが今日は行きました。レイハリア2番手、シャインガーネット3番手、あとは9番のファストホース、外から12番のカイザーメランジェ、13番のキルロードも前の方に上がっていきます。それからナムラクレアがいて、外を通って10番の湘南バニラが追走、あとは内シャインガーネット、ちょっと位置が下がりました、800切りました。それから外からは15番の東進マカオ、このグループには14番のウィンマーベル、中段インコースから4番のエイティンガールです。あとは7番のマリアズハートが後方から3投目、600切りました、33秒8での通過。3番のグルービット後方から2投目、11番のテイムスパードは最後方になってしまいました。4コーナーから直線に向きます。さあ先頭8番のマットクール、マットクールが先頭、ババの中ほどに出し12番のカイザーメランジェ、間からはナムラクレア、さらには9番のファストフォースも追い込んできた、外からは13番のキルロード、大外ウィンマーベルスがまだ5番になった争い、坂を上がって先頭は8番のマットクール、マットクール、ナムラクレア、外から9番のファストフォースが迫ってくるか、マットクールか、ナムラクレア、ファストフォース、ナムラクレアがゴールイン、ナムラクレア、2番のナムラクレア勝ちました。4歳牝馬ナムラクレア。